動画の視聴ありがとうございますえ。ここでは私が担当するパーフェクトローラー講座、こちらの方のテキスト紹介をしていこうと思います。こちら今出ているのがパーフェクトローラー講座、会社本のテキストです。このパーフェクトローラー講座は基本、図表で比較しながら勉強する、そういうスタンスの講座になっています。こちらですが、募集株式発行、設立の現物出資、 予約の現物出資え現物出資というターンでいろんなものを比較をしますそうすると真ん中だけ違うなとあれなんで違うんだろうあそっかまだ発行済みって概念がないぞはいそれとかあそっかまだ会社に対する金銭債権なんかないぞ設立の時まだ会社がないんだからとそれとか証明ができない人 一般的には弁護士であってもこういった取締役会計参与監査役執行役の場合は証明できないでもこっちは取締役と監査役が入ってないなんでだろうそっか設立時って取締役監査役以外仕事しないもんな一個単品で覚えていくとなかなか知識で定着しません比較することによって違う見つける違う見つけると刺激が入る このに比較しながら勉強していく。これがパーフェクトルアー講座の一つの特徴です。至るとこにこういった比較の表が出ております。表にはもう一つ特徴がありまして、ところどころ、この表に暗記というマークを入れてます。これは覚えてほしい表です。覚えてほしい表があった場合、復習時にここをね、 本とか、ね、紙とかで隠してほしいんです。隠して宣言していってほしいんです。最終的にこの試験に必要なのは記憶です。暗記作業、これを否定する方はいます。気持ちはわかるんですが、暗記している人間には勝てないんです。スピードが違います。正確さが違います。ただ、すべての、ね、図表について暗記するっていう必要はありません。例えばこういったもの、 理解すればいいですよという表もあれば、これは隠して宣言できなきゃいけないよと,といった表もあります。これ、すべてについて、私が1個ずつ、これは暗記、これはそうじゃないということを入れてます。講義を聞く、復習のときには、暗記と書いてあるものは隠して宣言する。そうでないものは読んでん、ああ、なるほどねって理解する。これがこの講座を受講するスタンスと思ってください。 学位制に関しては今年思いっきり変えたところがあります。できるだけイメージが持ちやすいような絵を入れるようにしたんです。特に会社法、文面だけ見ているとこいつら一体何をやってる話なんだろうといった場面設定すらわかんないことが多くあります。で、そういったものに関しては特にこういった絵を作って特定引き受けが生じる募集株式学校、 50超えするぞ、50%超えするときは株主に連絡をする、一定の反対があったら総会決議はいるよね、こういったように、場面設定が湧きやすいようなイメージを多く入れるようにしています。はい、このイメージ図をいろんなところに入れている、また今年の改正点、できるだけアウトプットしやすい形式にしています。 テキストってどうしても読んでると、一体これどこが出るんだろうっていうふうに、わかんないときはあると思うんですでもね、こういうふうに、論点結論って形式にするとね、論点。どんな時に通知するのあ、そっか、公開会社が特定引き受に50%超えするときだよな。で、どんな時に総解決がいるのあ、10分の1反対がいる場合だよな。っていうふうに、論点と結論って形式にして、覚えなこの部分だよ。とっていうのが、わかりやすい形式。 に多くしています暗記のマークを入れたり、今言った論点というふうな形で覚える場所が明確になったり、またできるだけ多くのイメージの絵を入れたり、こういう形でできるだけ脳に刺激を与える、そういった編纂をしていますえ。ちなみにこれが民法になりますと、 もうちょっと,、ね、ちょっと形式が少し違いまして民法と民事訴訟に関しては条文ベースで作っています条文があってその下に絵を入れたり表を入れたりしていますまたここにも暗記のマークを入れたりしていますで特にこの条文の方なんですがところどころに穴を入れたんですこれが条文の部分で穴を入れてそれが 穴の部分なんです民法、民事訴訟については、ぜひこういった穴が開いたときは、この部分を下を隠す、下を隠して、どんな表現が入るかなってことを想像してください。一言一言句同じ必要はありませんでも、方向性こうだよな、あ、そうだったと。意外とね、条文通り出ることって多いんです。条文の表現、一言一句同じじゃない。でも条文 を読んでるか読んでないかで結構最後のね民法あと1問あと2問って違ってくるんですこういった条文,条文ね、えー、特に学者は特に聞くのが私は民法とこの試験では民事訴訟だと思ってますこの2つについてはこういった穴あきに問題、えー、答えを入れることによって、ね、アウトプットしやすい仕掛けを多く作ってます読むだけじゃどうしても頭に入んないいろんなところで アウトプットできるような仕掛けを多く作っているのが今回の改定ですちなみにこちらは均一線です均一線は見開きで左側が問題でそれに対する申請書右側がそれに関する卓一均一の論点見開き型にしています左側が問題証問と答え右側が 一の論点こういう形式にして一つ一つについてじっくり論点を突き詰めていくこれがこの教材のコンセプトになってますはいまたこのね小文のとこですが特にこの下あたりなんか見てほしいんですけどね基本ひな型の変形このひな型この部分がこう変わったらどこに表現どこに影響出ますかと 今の不動産の記述式大きく差をつけるところは2つ1つは枠ずれ1つは表現です基本的な本当に基本的なひな形基準点を超える方はそんなに大きな差はありませんでもちょっとひねられたときにどこが変わるかそれが言えないと点数がポロ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 落としていくんですこういった基本変形のひな形 変形を見ることによって柔軟なひな型力それを身につけるということも目標にしていますそしてこの均一編の方では多くページ数と時間を割こうと思っているところがありますはいその一つは名編です名編についてはいろんなパターンをご紹介しますそして名の 対応の仕方についてもかなり細かく説明しますまたもう一つ大きく影響してくるところがありますそれが一括申請です一枚でできるかできないかこの判断ミスが枠税を多く起こす 点数を下げる大きなな要因なんですこの一括申請についても多くの事例多くのひな型を出してとにかくできるだけケアレスミス以外の枠ずれを防ごうケアレスミス以外の枠ずれを防ごうこれが特に不動産投機機機点の大きな講座のポイントとなっています他にもいろいろな指摘をしたいところがあります 見開きになっていると言いましたが、こちらの方右側の方ののページの方には、論点が入っているよと,と言いましたが、この論点の方は、この記述の書き方、表現の仕方もあれば、他にも、もう一般的な択一論点が入ったりもします。金銭で択一論点でおかしくないかと。いやいや、そうじゃありません。 今の本試験傾向を見る限り、とにかく不動産の期日といった場合、その期日だけじゃなく、全般的な不動産投機の力を聞いているわけです。なので、期日の勉強、卓越の勉強と分けずに、不動産投機全体の力がつくような、こちら、教材設定にしています。え今回の動画書としての紹介はここまでにしましょう。まだまだいろいろ特徴がございます。ぜひ、 模擬講義等で一体回体,体験してみてくださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました